震前の通常通りの給食が今日やっと再開されました。阿蘇市にある波野地区以外の小中学校7校では、熊本地震後、阿蘇市黒川にある給食センターが被災したため、5月9日の学校再開以降、パンを中心とした簡易給食が提供されていました。その後、給食センターの設備が復旧し、この日から一宮・阿蘇地区の5つの小学校と2つの中学校の児童・生徒・教職員のおよそ2100人分の給食を配食できるようになりました。阿蘇市刈尾にある阿蘇西小学校では、午前11時過ぎに給食センターから給食が到着。記念すべき給食再開初日のメニューは、児童に大人気のポークカレーで、久しぶりに賑やかな給食となりました。地震から初めてこういった、ね、普通の給食に戻りましたけど、今日の給食はどうですか？カレーが温かくて美味しいです。久しぶりの給食、嬉しいですか？嬉しいです。今まではパンだけだったから、久しぶりに美味しい給食が食べるためでよかった。阿蘇西小学校は阿蘇市的石に本校舎がありますが、熊本地震の影響で校舎が使えなくなったため、今年の3月に先行統合し閉校した旧小貝市東部小学校で学校を再開しています。本校舎の復旧のめどは立っていないということですが、3ヶ月ぶりの温かい給食に児童たちの笑顔があふれ、進んでおかわりをしていました。